ンさ、うんはさ、ちゃんとその、日本で裁判を受けて裁かれるべき立場だったわけだから、んあんな今回007みたいな感じで逃げて、で今もね、日産名義のその豪邸に、レバノンの豪邸に住んでるっていうことだから、 いや、どうすんのっていう。<も>いやいや、俺は思うに、今回のこのゴンさんのその逃亡劇っていうかさ、レバノンに逃げたっていうのも、多分計画的だったと思うんだけど、うん、あのまま、例えば、拘束されておる状態で、先はもう何、うん、もうずっと終身刑か、なんかもう本当に、もうずっともう、シャバに出ることなく、ずっと死ぬまでいやいや、そこまで罪は重くないと思うけれどさ、 いや、だってまともな人生送れへんで。<う>いや、もう、そうだけれど。うんうん それにしても、ひどくないいや、でも俺は、だってや、何や年の時でゴーンさん、ゴーンさんで弁護士がちゃんと吸い取って、保釈っていうのかな何十億って下してたりそ,そうそう、15億ね。だから保釈金をパーにしてでも、逃げたかったっていうことの表れではあるけれど、だって、逃げた先で今度さ、そのトルコに迷惑かけて、トルコがそのパイロットを訴えたりとか、その、なんだ、レバノン入りしたらレバノンで、その、えー、ゴーンさん、昔、その、イスラエルに入国したことあるから、それが罪に問われてたり、 もうあちこちで要するに逃げたがゆえに犯罪の件の数が上がってっちゃってるっていうこの自己矛盾どう考えてんのかなと思っていやでもさ逃げないとさだってゴーンさんとしてはだって逃げることしかないんだもんあと逃げまあまあ、まあ、もう逃げるしかな,いなかったんだろうけれど、うん、罪を重ねて逃げたところでって話じゃねえの密出国っていうのかた密出国で罪が1つ増えたわけじゃん今回。 まあでもさ、それってさ、もともといけないことじゃなかった,たま,まあね、あのー、もちろんさ、に、普通にさ、あのー、入国審査みたいなものでさ、捕まると思うけど、あ、うん、あいったなんていうの、荷物のあれで一緒に隠れて、<laughs> っていうのは、作戦っていうか、まあ本当に007の世界じゃないけど、うん、いや、それって、多分、ゴンさんのレベルだったら、それはありだと思うで、マジで。や、やれちゃうかもしれない。だって自分だって、 そんなもんさ、絶対叩かれるっていうか、絶対戻されるっていうかさ。ま、それはでもさ、裏を返すとも黒だって認めてることなんじゃねえな、うん、ゴーンさんが。違うと思う。あ、黒だって認めてるっていうか、結果的に黒だっていうか、まあ。<laughs> まあ、そうだもそうだしな、うん、結果的に黒だったんじゃねえかって話になる。まあ、結果的に黒だし、あのー、基本的にああいう。さ、うん、何よりもさ、ゴーンさんを応援してた人たちを裏切ったことだからね、今回。うん、あ、まあ。弁護士を裏切ったんだから、だって。 うんでも、その弁護士も裏切ったとか言いながらも、うん、弁護士ももしかしたらいいって言ってたかもしれない,ですいやだからそれが疑われてるから強制捜査とか入ってんだけど弁護団のトップの人は辞,めちゃ辞任するとか言ってるし今回もパソコンの押収とかも抵抗して引き渡さないっていうふうに言ってるからさ弁護団も疑われるわな、うん、パスポートのやり取りとか嫁さんとのやり取りもしてたんじゃねえかってなっちゃうわな。 それも踏まえて、弁護士さんはもうそのシーンを知ってた可能性はあるし、でも、いや、もうお金渡されて、これやるで、ちょっと旦那は就しゅんしいけないって言ったらああそだ、結局、じゃあ、弁護士って、じゃあ、その倫理よりはやっぱお金を取るのかって話になって、うん、それはそうだって、それはさ、弁護士とかになろうが、ね、なんだろうが、政治家もそうじゃん、結局さ、<う>金積めばさ、 まあ、例えば、浅くん、そうだろうお前、例えばさ、これ、付属で、おごったるで行くって言ったら行くじゃん、お前。<laughs> 全然、今回の話とその <laughs>、例えが全然噛み合ってないけれど。まあ、も,もいやいや、もう、まあ、軽く言えばな、例えば、中にすごいお、おい、めでもいいけどさ、うん、なんか、これ、おごったるで行くって言ったら、まあ、ちょっと、あの、ダイエット中だけど、うん、うそれでおごってくれないんだ、行こうかなって、思うやん、普通、得意なと思ったら。あ <laughs> わけわかんねえ。 いや、特となんかね。たとえ、ゴーンさんの例えとは全然合ってないような気がする。いや、で、俺ら庶民だから、そぐらいの例えしかできへんやん。ゴーンさんの例えできんのは何十億とか、そういうのちょ、っとわかんないけど。はい。うん。ちょっとね。わかったわかった。じゃあ、例えば、今、林くんが自分の部屋から逃げないと、えっと、チンコをもぎられるぞってなった時に、ほうほう。15億だよ、だから15億。 あ、10億でチンコもぎられるかどうかってこと ?15 億を捨てて、うん、えっとー、逃亡するかな。これも例えも、ダメだな,全だな。全然ダメだな。全然引いかない、お前。<laughs> そのチンコだってさ、これが多分20年前やったら、もうやっぱチンコって言った可能性は高いけど、この年になると別にチンコって15億円もそんな価値ねえなと思うし。ああ、まあ45のおっさんのチンコって15億の価値はねえわな。<laughs> お前それって結構虚しいこと言っとんな、お前も <laughs>。ああ、まあ知ってはな、林くん立ちにくいってもあるし。いやいや、何を言っとんねお前 <laughs>。お前が立ちすぎるってのは問題だぞ、お前。<laughs> いや、でもで何やねん。これはでも、いやでもその日本の国民感情としてやっぱ許せない気 でまあ今日なんだけれど1月8日かそのなんか夜10時ぐらいから記者会見開くらしいんだよねこのあとゴーンさんからその日本は野蛮だみたいな話が出てくるんじゃねえのする可能性高いねそれはだってそもそもさ日産ってすごいのやっぱそういうトヨタとかありのね車のメーカーに比べてすごい不況だったわけじゃん まあ、一時期潰れかけて、それでまあ、どのほが入ってきたっていう季節だからねだけど。いや、ゴーンさんが来て立て直したわけでしょそっか。だって、立て直したっつったってさ、それはリストラの上での立て直しだからね。うん まあでも何やかん周りからのそんな批判もなく、あ、さすが、あの、あの時はさ、ゴーンさんすごい、ゴーンさんすごいっていう風にさ。まあ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 、なってたけれど。うん。で、急になんか今回のことでの逃亡劇で、ゴーン何なんだったみたいになるかもしんないけど、でもく角なんてそうやで、なんか、今からなんかね、<laughs> あの、なんか今までね、うわ、浅んはすごいわーって言ったとこでさ、くんがなんか何、何にもそのレイプとかしまくって、いつもみたいに、いっぱい合姦しまくって、その合姦罪とかで、 捕まったとして、牢屋にーに入れられて、まあな、な、まあ、あれいくらかお前お金出して、お金物言わせて、もう、出たと。で、そっからちょっと、ま、何、まあ、しばらくね、あの、家で静かにしてなさいって言うんだけど、いや、このまま行っても俺って、ま、報われんなと思ったら、お前、い,いやいやいや、<laughs> レイプマンと一緒に揃えるのはさすがにちょっと <laughs>、<laughs> どうかと思うよ。じゃあ、放火までいい放火マン。 <laughs> もう、また燃やした。また国会議員のやや。いや、俺はゴーンさんを非難してるけど、そこまでひどい犯罪を犯したとは思ってないよ。<laughs> いや、うわ、まあ、わからんないけど、なんかわからんけど、まあ、じゃあ何がいいんだ何がいいな、いや、まあ、横領でいいんじゃないの横領で。横領か。まあ、お前横領罪でさ、捕まってうわってなった時にさで、家で、その、しばらくじっとしてなさいって時にさ、うん、 いや、このままだったら、やっぱ自分、まあ、外に出ても、なんか、みんなから叩かれるだろうなーって思ったらさ、うん、金がもしあったら、あったらさ、こういったふうに、その他の国に逃亡して、亡命とかするのってどう、あ、いいねいいねいいね、どうしたりどうしたりって、<laughs> そういうふうにね、やる、やる気持ちもわかるよ、人間として。<laughs> これは、よくわかんねえけれど。いやいやいや、それはだってさ、だって日本にお得することあるまあ、フランスでもいいけど。うん、いやいや、 この場合はだってさゴーンさんはさ生まれ故郷に戻るそういう名もかもしれないしだから今の例えで言うと俺がアメリカとか行ってアメリカで捕まっちゃってどうしても帰りたいっていうんで極秘にそういうふうに楽器の箱とかに入り込んでっていうのはわかるけれど日本にいたら別にさいやでもねなかなか今厳しいと思うよ普通の生活には戻れんと思うよゴーンさんも。 まあ、自業自得だけどな。うん、だから、自業自得な、だからなんで。自業自得かもしれんけど、うん、自分のこの先のこと考えて、まあ、なんだろうな、ろくな運命がねえんだなって、だたらもう、一か八かかけてみるかって。まあまあ、そういうことだよね。うん。だから、やっちゃい日産だよね。そうそうそう。めやっちゃい日産の精神だよね。うん <laughs> やっちゃいにッさんって、まいえいきち。誰がわからんのそれ、やっちゃいにやテレビやってんじゃん、やっちゃいにッさん。まあまあ、やっとるけどね。いや、まあ、だから、ゴンちゃんが、ゴンちゃんがって言っちゃったけど。ゴンちゃんが、ゴンちゃんがやっちゃったんだよな。ゴンちゃんが、いやいや、え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 、たえ、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 いえ、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 んえ、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 っえ、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 んえ、え、え、ってえ、え、え、 せやな、えー、ちゃんって。<ー>行けいけいけ。ね、俺が、ね、何、まあ、ちょっとな、なんか、なんとかしといたるわ、って <laughs> 俺。俺のカリスマ性でなんとかしといたるわ、とか言って <laughs>、うん。可能性あるで、それは。ゴンちゃんな。ゴンちゃん。<laughs> <laughs> ゴンちゃんと江沢駅ってどっちか年上なんだ うん。ええちゃんのが年上じゃねえのかなあまあ多分ええちゃんのが年上だろうな、きっと。うん,うん。でもあの二人は繋がっとるよ。でもそのお互い、顔合わせたことぐらいはあるだろうな。いや、こないだあれだよ。吉湯で、生姜いっぱい乗せて大盛り食っとったよ、二人で。ご <laughs> ンちゃんも。ごンちゃんと。あれ見た見たもん。神社の。あ <laughs>、吉湯。一回コントラーバスの中から出てきて。<laughs> 出てきて。腹減ったやろうって。 ねフェアじゃねえねフェアじゃないよって。あ、だから、え、えちゃんの、その楽器の機材の中に紛れ込んでたってことそういうこと、そういうこと。うん。いや、や、やざらえの楽曲でコントラバス使うような楽曲あんのかいや、コントラバスじゃなくて、まああの人は一応エレキで、まあ、エレキだと入らへんから、サナゴンさんもでかい。でしょうん。うん。で、コントラバス入って、で、アンプの、なんかあれか。うん。 マーシャルのでっかいなんか JC900 とかのとか突っ込んでゴンちゃんを。<laughs> <laughs> ゴンちゃん。<laughs> いや、まあ、でもゴンちゃんで、うん、ちょっとね、うん、その辺は、うん、やっぱフェアじゃなかったんじゃないのかなあ<ー>、うん。だからまあちょっと、うん、俺だからたまたまね、そう見かけたんだけど、やっぱ、それだけ、やっぱ分からんよ、本当に。あのー、何やってるかっていうか、まあ AK の人とかも。いや、でもさ、今回はさ、それでまあうん、うん、この、明らかになったのは、日本ってセキュリティが緩いんだなっていうことの怖さだよね。はいはい、これからオリンピック控えてんのに。絶対それめちゃくちゃ問題になると思うよ。 なあ、だってテロリストが自由に行き来できるようなことをさ、うん、まあ、まあ今回ゴーンちゃんだったからよかったけれど。ゴーンちゃんだったらね。うこれがテロリストだったらもう大問題ですぜ、うん。A ちゃんだったら A ちゃんだったら。A ちゃん,ちゃんだったら、うん、まあやっちゃい日産で済むかもしんねえけれど。<laughs> まあな、そうな。<あ>うん、だけど、対オリンピックではさ、ただ、ただ、普通にはなんか一筋縄には終わらんだろうな。 うん逆なだから2020年は本当にね怖いよマジで怖いですよねいやーオリンピック俺ね絶対あの今でそのこの間がブラジルだったっけあはいはいはいその前がロンドンだったっけなそうだそうんまあちょっとそんなようにはいやしくもさロンドンの開会式にミスター・ビンが出てたでしょあずっとだったっけ開会式あでもこういうールとか見とるともうなゴーンちゃんとそっくりな <laughs> ああ、よう似とるな、確かに。確かそう,うん、ミスター・ビーン。<laughs> そうだね。まあまあ、イギリスの英雄がいっぱい出てたよね、あの時には。そう,そうそうそう。わ、うん、かるわかる。だからまあ、多分日本のオリンピックでもさ、うん、まあきっとまあ、一郎とか出たりとかさ。あ、する分かった。じゃあさ、うん、東京オリンピックさ、ミスター・ビーン呼ぼうぜ。うん いやいや、意味わかんないんだけど、それ。<あ><で>だから、あの、ゴンちゃんの格好させて、戻ってまいりましたと。<あ> <laughs> <え>恥ずかしながら戻ってまいりました、ゴンちゃんですと。いやいや、あのさ、ちょっと、<お>ちょっとそれはね、ちょっと、うん、わかんなザざわざわって。いや、ざわざわざわってなと思うよ。ざわ <laughs>、ざわってよ。ざわ<お>ワ,ワだよ、ざわワ,ワ ザワワかザワワザワワかザワワか森山良子だわ。俺、それやったらね、安倍首相の株上がると思うんだよな。いや、でも安倍首相はだよな、あれだよ。ブラジルの時にさ、マリオの、マリオの時やったやろ。そう。あれもさ、となってんの。あのパターンで、だから、ミスター、ビーンにゴーンの格好させて、 帰ってきたよって。いや、あのさ、ミスター・ビンとゴンが似てるっていうのを俺ね、今、今、アスカ君に言われて初めてです<や>。そう、いやいや。うん、これはもう本当に、あちこちでその、二人の類似性は指摘されてますよ。ドッペルゲンガー説 <laughs> もうそれもあるし、だから影武者というかさ。<laughs> いや、それはないでしょう。いや、マジでマジで。本当に似てるよ。 まあ、でもまあ、まあ、ん百年の m スター a ンも多分普段はあんなね、変な動きしてへんと思うよな。いや、そうだだって、ブブブブって言われへんと思うそうだだから引退してたのはそれがあるからな。その、真面目すぎちゃって、その、バカをやるのがバカバカしくなったってんで引退してたからな。ね。まあ、あるな、それ。だアホの逆方がアホって言われると、ブチギレるのと一緒だよ。スタービーンも、だ、当時で言われてたんじゃねえの、バカなことやって、みたいな。スタービーンやって本名もほらね、違うからね。なんとかアトキンするとかっていうさ。 そう,そう、やっぱ、アートキンスだね。うん、そうそうそう。まあ、なるほど、そういうことね。まあ、ね、まあそれは、オリンピックで、さすがにそのブラックなジョークはやらんと思うけど、うん、いやー、やちょっとな、これはな、まあ、ミスター・ビーンと、まあ、ゴーの話はいいんだけど、うん、まあ、あいつら勝手にしてくればいいんだけど、うん、あの、ここオリンピックで、どういう、そう、開会式、閉会式で。予想しようか、これ。あ、じゃあ予想して、終わりにしましょうか。予想、うん、しようか、うん、そうしようか。なんか、こういうのがあったら面白いとかでもいいしさ。 まあ、ブラジルの時はスーパーマリオのものまねをしたから寒いな寒いな今思うと何あれー <laughs> スーパーマリオだぜお前東京オリンピックだとね俺はねメトロイドのものまねすんじゃねえかなと思うんだよねメトロイドとはあれ、あのー、<laughs> 知らねえか<あ>あのファミコンのゲームだけどあ<ー>あファミコン 脱いだら実際女性だったっていうね。あ,あ,あ,あれ。クリアすると、あのー。ファミコンにこだわるんか、お前は。<laughs> 俺は、いやファミコンの路線で行くかなと思うよ。<laughs> ああファミコン路線でな。うん。メトロイドの格好で。なるほどな。じゃあ、あ俺、ゴエモンだな。ゴエモンいかんがごえもん普通だな。真面目だな。ダメだな。俺は、安倍さんが正座して、うん。切腹とかね。首切られて。そう <laughs>。<laughs> だからペーってねで、本の日が、バーッと連れて帰った時に、安部さんがバーッとさ、あのー、うん、なんだろう、侍の格好してさ、正座して、正座じゃないな、なんていうの、侍座りして、うん、バーって上がってくるわけよ、わーって上がってきて、後ろにね、首切る人がいて、いざみたいな感じで、切腹って言って、腹にガッと刺して、腹切りって言って、首スパッとやって、うん、そうやって終わって、うん。 カットこれカットカット <laughs> え開会式で開会式 <laughs> まだ閉会式だったらわかるけれど閉会式でわかる <laughs> どういうことだいやいや一応終わりっていうメッセージを出せるけれど <laughs> あ、ね、あ,るどあなるほど安倍さんだから安倍さん一族みんなさ、うん、後ろにさ縄で繋がれて火で燃やされてるってのはどういやお前やばいこと言ってるよ <laughs> 結構。<laughs> いいじゃんあの十字架のやつで、手とか釘打たれて、足打たれて、で火で燃やされるのね。うん、まあ、一つ確認しときたいんだけど、うん、カットしなくていいのこれうん。いいんじゃね <laughs> <laughs> 別に安倍さんやろ別にどっちにいいやりゃ安倍さんなんて別に、もうも別に俺の中では、 そんな、安倍ちゃん、安倍ちゃんだったら、まあ、何巨人な安倍,安倍晋之助の方が好きだな、俺は。うん、<laughs> いや、今、自分でも今失敗したなと思ってるだろう。<laughs> いや、思ってるよ。思ってるよ。ごめん。い,い,よいかんのか。もう一回やらせろ。<laughs> <laughs> いや、もう一回オリンピックのくだりから,らせろ。いやいやいや、やっぱね、どんなに嫌いな政治家でも、やっぱ、その、殺しちゃいかんよ。あいや、殺しちゃいかんから。あ<ー>じゃあ、あ、じゃあいい、いや、いたぶるのはどうあの、拷問、拷問。あ、なんでいみえ踏み絵とか言って、安倍首相が、 自民党とか公明党とか、ああ、まあいいか、言っちゃっても。あのー、そういう踏み絵で、あのー、一人一人その、やめよう、ちょっとあんまり、じゃ放送禁止しようがやめよう。<laughs> いや、なんか自分で知事がうくなってきた。いやいや、これはかん。ちょっと待って。 いや、<laughs> 勝手にお前が話進めてきじゃ,ねん <laughs> ってっゃった。か、お前がちょっと、お前が俺にちょっとね、提案してよ。いや、だから俺言ってんじゃん。俺は安倍さんが、メトロイドの格好して出てきて、ヘルメット脱いだら実は女性だったっていうオチが、その、メトロイドのオチと、その、かけて、うんうん、いや、でも、でもそれって女性だったって、女性誰やねん、結局な引き立てんこうでいいよ、だから。<laughs> 古いな、またちょっと、たぶだからそ、みんなはだ、その、出てきた時は安倍さんだと思ってんだよ、うん、そのマリオの流れで。で、出てきたら、<あ>引田天候で、あ、マジックだったんだ、っていう。 うん弱いな <laughs> いそれはねいおいやお前みたいにねその嫌いな政治家をどん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 殺していくような意見からそれは弱いだろうよいや,いや粛清だで、ね、粛清これはそう <laughs> いうわけでいよ<や>お前<は>いやお前みたいな,な好き嫌いだけで政治を語ってるやつは一番やっぱあの浅いよいや別にね、うん、安倍さんのこと嫌いじゃないんだよ別に俺は、うん うんうん、ただ、あの、歴代政治、歴代の総理大臣とか、歴代の政治家っていうか、特にそうだな。うん、ここ30年とか40年ぐらいの政治家は好きじゃねえな。うん、<laughs> どうお前じゃ、生まれる前の方が好きなのかいやー、俺の中で田中角栄ぐらいまでが一番多かったな。<laughs> まだ俺らが小学校ぐらいの時なのに、うん、そうそう小学校にいや、いや、もっと前だよ、もっと前だよな。もっと前俺、うん、らの時は福田武雄とかやろうそ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 う、うん、鈴木善光とかやろ、もっと前、もうなんか田中角栄とかあ、そうだね、その頃の政治家が一番かっこよかったよ、なんか、なんていうかな、だってさ、基本的に林君やっぱ、主義なんだよないや、そういうことでもないよ、だって,だってすごい革新家だったじゃん、あの田中角栄って。 でも、それは時代が良かったからってもあるけ、ね。まあね、それ言っちゃったらおしまいなんだけど、<ー>安倍さんはたまたまこんなね、 やばい時代で、長いじ、時間ってかさ、長い。だから、お前のそのオリンピックのやつは教えろっての。お前のアイデア。お前から振ってきたんだから。ああ、俺振ったっけ、それ。うん。またまた。本当ね、お前が東京オリンピックの魔女だったけど、じゃあ、俺はこうする。でって上がるやん。俺はな、まず安倍首相まで出てくるやん。パーって上がってくるやん。上がってくるやん。そうでで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 ーででーでーでね。 え、じゃよいしょ。いや、死に替えだろ。あ、そうか。当たりで、当たりなんでやねん。日本、日本の国はスターウォーズだろ。スターウォーズじゃちゃ違ゃ違ゃ違ゃちゃで、ダースベーダーのテーマだろ。いや、なんでダースベーダーで悪者やねん。ああ、これ、安倍さんにダースベーダーになってもらってのはどうああ、違う。で、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 ってで、で、で、 ントランプも出てくるなそこでもちろんもちろんーなんかややこしそうな,なんで R2D2 はうん、うん、そうだなまあちょっとクマさん体系の,あの習近平にやってもらう感じだな銀色に塗ってもらって <laughs> やらんだろその3人絶対揃って <laughs> いやあるスターウォーズなんて絶対やだろあの、まあれのあっ時あの,あの,あのロボットの人形だわ <laughs> 丸いやつはね最近のだと BB8 ってもあるよ 一番可愛いやつ。可愛いやつってが、多分お前あれだろう、スターウォーズ見てねえだろ、さては。そん、俺はもう昔しか見てねえよ。初期一回目しか見てねえよ、多分。うわ、達成。出た、出さい。スターウォーズ俺大昔だよ。<う>俺小学校の時に見たかな。小中か、中学校まで見たかな。最近の知らんねえ俺も最近見たやろ、お前。 いや俺も全部見て、この間映画館も見に行きましたよ、<ー>最終の。そうだな、お前好きだもん、それミーハーだもんな、お前な。いや、俺らの世代って言ったら、もう、スター・ウォーズガチハマりじゃんだ、そうだよ、小学校の時は見たよ。やっとったもあのー。ガンダムとスター・ウォーズなんだから、もう、とにかく俺らのこの段階ジュニア世代は。いやー、っていうことでね。いやいやどういうこと、うまあ、いや今く段階ジュニアをね、今、あからめましたけれど。<laughs> へったくそう、お前。いやいや、うまいだろ、締めとしては。いや、俺がね、最後言いたかったのは、あれさんがバーって上がってきて、<laughs> うん だてて上がってくるやん。じゃで、安倍さんがって上がってくるやん。うん、で、まず言うわけよ。ええ今回オリンピック、東京オリンピックなんですが、残念って言って。あギター侍だ。<laughs> じじゅじゅんってギター持ってあられるわけ <laughs> だダッセ。で、ドンドンン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 あ、東京オリンピックって、トワトワととやって、で、そうして、あの、もう、今から、中止って言って。<laughs> 残念残念切腹って言ってうそいうそいうそそう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 ってしてであとまあそこでまあ何だろうまあ浅香君がまあ何かするはいそういうことじゃあ俺が最後に豆知識で締めてやるよおお何やねん畑ヨークじゃんヨヨーーククやギター侍って畑ヨークのその芸名の由来知ってるちょっと待ってあなんかわかる どっか食うだろ。はい、残念。これ実はね。レディオヘッドのトムヨークから来てるんです。え、マジでえ、な、なんで、どっからヨーク、ヨーク。いや、もう遠いだろ、それ。いや、旗ヨークじゃん。いや、マジでマジで。これ本当なの本人が言ってるから。そうなんだ。旗あ、トムヨーク大好きなんだ。まあ、ギターも持ってるからね。いや、もうなんか全部したりちゃうやん。ほんて、ークギターじゃねえし、お前、そもそも。 そもそも、なんか今もうアンビエントとかもちょっとないもう違うことやってるし。ギター持ってねえし、今。ほとんど。うん。運用そうなんだ。え、これは、あの、本当にそうらしいですよ。あんと。じゃあ俺も豆知識教えたろうか。なんでお前は対抗してくんだよ。いいかよ、じゃあ分かった。林くんの豆知識で、じゃあ、最後、しまましょう。じゃあ俺の豆知識教えたろうか、なら。じゃあ、えっと、ちょっと時間かかるけどいいかな。いやもう、あの、本当に。 本当にいや、分かった分かった分かった。ここで俺変な、そのね、気ぃ聞かすとお前うまい声編集して繋げるでよ。ちょっと待って。<う>えっとね、あ、あのね、え、マジでって思うこと言っていいああ、いいよいいよ。えっと、じゃあ、実言うと、う実言うとね、あの、実言うと、ちょっと待って、実言うとってグーグルは。<laughs> はい、じゃあもう終了でいいかな。<laughs> はい。<laughs> <laughs> だそのググってる段階でもお前の豆知識じゃないんだから <laughs> まあいいけどなはい終了終了まあまあいいんじゃないまあなかなかったでまあ、まあまあ、まあまあまあ十分十分十分いやもうとりあえず切る一番切るはいえね先ほど言ってたね畑ヨークのトムヨークのくだりがね、えー、全部ねカ川ズの、まあ嘘ということでねよろしければチャンネル登録お願いします